続きまして、さいたま市からご発表いただきます。一般社団法人みそのタウンマネジメント専務理事、岡本様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、あ、じゃあすみません、ただいまご紹介いただきました、みそのタウンマネジメントの岡本と申します。僕、乗ってくると喋りすぎちゃうんで、喋りすぎないように頑張ります。はい、誰も笑ってないですね。はい、じゃあ、早速始めますけれども、さいたま市では、まあ、先ほども冒頭でご紹介いただきましたけれども、浦和美園駅周辺を対象に、今回取り組みをやらせていただいたという中で、まあ、埼玉高速鉄道線の終点駅ですけれども、まあ、始発終点駅ですけれども、まあ、そこで人流データから、まあ、商業ニーズ、駅前に求められる商業ニーズを分析して、まあ、とはいえといいますか、今、区画整理、浦和美園駅の前に区画整理やってる最中でして、まあ、区画整理ですとか、まあ、その区画整理、基盤整備が終わった後に、まあ、いろいろこう施設が出てくるという中で、将来シミュレーションですとか、まあ、あと地域の不動産事業者等とディスカッションしながら、まあ、今後の、駅前にあるべきって言っていいのかどうかあれですけれども、駅前の、不動産活用を促進していく上で、まあ、商業等の賑わい機能を充実していく上で、どう人流データを活用して、前向きに進めていけるかというようなことを、今回検証させていただきましたというところです。で、詳しい内容は、すみません。はい、これから、詳しい内容を話してまいりますけれども、まず冒頭で、この我々が対象フィールドとしているエリアの紹介ですけれども、埼玉高速鉄道線、東京メトロで言いますと、南北線ですけど、南北線と直通する、埼玉高速鉄道線の、まあ、今時点では、始発終点駅になっている浦和美園駅周辺、大規模な土地価格整理事業、美園ウィングシティという愛称がついているんですけれども、区域面積でいうと約320ヘクタールぐらいのところが、西暦でいうと2001年頃から、2001年ですね。2001年から、区画整理事業が始まって、大規模な新市街地形成が進められているところなんですけれども、地区の中には、まあ、大型の商業施設、具体名を言ってしまいますと、調べればすぐ分かるんであれですけれども、イオンモールさんですとか、まあ、あと埼玉スタジアム2002という、大規模な集客施設が、まあ、エリアの中に存在するけれども、駅の周りは、まあ、これ区画整理あるある、一部ではあるあるかもしれませんけれども、駅前ですとかが、まあ、土地活用が、まあ、なかなか進まないといいますか、ある程度こう、これは地権者さんの事情だったりとか、いろいろなことが複合的に合わさってですけれども、しばらく青空駐車場として土地を寝かせておいてといいますか、温存しておいて、まあ、地権者さんがそれぞれ土地活用するタイミングまでこう、暫定土地活用のまま残っているみたいなところが、まあ、ちょっと駅周辺に目立ってまして、まあ、そういった中で、まあ、地域の皆さん、地域にお住まいの皆さんなんかからすると、などからすると、まあ、駅前は駅前として、まあ、賑わってほしいと、いろいろな商業施設があって賑わってほしいみたいな声はよく聞くんですけれども、大規模な幹線道路、大規模、広域幹線道路沿いの、ロードサイトショップみたいなものは、非常によくこう店舗が進出してくるんですけど、駅前がなかなか賑わいが、生まれていないというところの地域の期待が大きい。用途地域としては商業地域だったりしますけれども、なかなか活性化が進んでいないというところで、そこをどう、こう、駅前の商業活性化を図っていくかと、商業的な、にぎわい機能の充実を図っていくかというところが、地域の課題になっているという状況になります。で、今回、まあ、どういった、じゃあそういった、まちづくりの課題を検討していく上で、どういったデータを設定するかという中で、まあ、先ほど申し上げましたけれども、地域の中に、埼玉スタジアム2002という、まあ、改めて申し上げるわけではないですけれども、浦和レッズさんの、ホームスタジアムであったり、まあ、あと、最近まだあるんですかね、日本代表の不敗神話みたいなところで、ワールドカップの予選なんかになると必ず開催されるみたいなところがありますけれども、まあ、そういった大規模な、プロレベルのサッカーの、試合が年間で、まあ、約25試合前後、まあ、年によって上下はしますけれども、っていう中で、大規模なサッカーの試合があるときには、ある種こう、地域にお住まいの人というか、日常的な平時の平日の、こう、人の移動、人流なんかが、同じぐらいの規模のものが、例えばもう2、3時間でわーっとさばかなきゃいけないみたいな、非常に人流の増減が、日によって激しいというようなエリアでございます。まあ、その中でそういった、大規模のサッカーイベントが開催される日、開催されない日、
あと平日か、その改正される日が平日か休日かというところで、4パターンのデータを、こう拾えるように、日取りを抽出して、まあ、なおかつ、先ほども、県をまたいで、所沢市さんと、東村山市さんという話もありましたけれども、まあ、埼玉市の中で、この、我々対象フィールドとしている、浦和美園駅周辺が、まあ、市の端っこの方にあるというところで、隣接する川口さんですとか、越谷市さんに隣接しているようなエリアにあるというところで、埼玉市、だけではなくて、隣の市の人流も合わせて分析していたというところでございます。で、そういった分析を進めていく中で、じゃあ、どういった観点で分析していきましょうかというところで、左側のまあ事前情報整理のところはさておきも、細かいところは後ほどご覧いただくので、要点だけ紹介しますけれども、まあ、大きく分けて4項目ですね。順番は後ほど前後するかもしれませんけれども、まあ、その駅の周りで行われている、発生する人流と商業施設の相関関係、まあ、その商業施設はまあ飲食とか物販とかですけど、駅周辺に相関関係があるのかというところで、まあ、浦和美園駅、今、現状の立地条件で申し上げますと、乗り換え駅から一駅行ったところというロケーションにありますね。まあ、乗り換え駅とかを除いて、近隣のエリアで乗り換え駅ではない類似の規模の駅を比較して、まあ、例えば、鳩ヶ谷駅とかトロ駅とか載せてますけれども、類似の位置づけにあるような駅なんかと比較をしていったというところ。あと、その下2つ、他エリアの需要の巻き込み、他エリア A の需要の流出ってありますけれども、実際、駅周りの商業需要がどれだけあるんだろうかということを検討していく上で、地区内に住んでいる人たちが他のエリアにどれだけ行っちゃってるのか、あと逆に地区外の人たちが地区内にどれだけ今来ているのか、もちろん 2×2 のマトリックスで計算すると4象限ありますけれども、その中で外からの、どれだけ来ているのかと、中からどれだけ外に出てきちゃってるのかっていうようなところを分析していったと。あと最後、4項目目ですけれども、ここまでは現状の分析ですけれども、それで現状評価を踏まえつつ、将来どうなっていくんだろうか、この街はというところで、まあ、日本では稀有な事例かと思いますけど、まだある種こう、区画整理やって、土地活用がこれから順次進んでいくでしょうというエリアにある中で、もちろん人口もこれから増えていくだろうというふうに見込まれている中で、こう具体的に大学病院というふうに書いてはおりますけれども、4年後、4年後かな、はい、4年後に大規模な、約4年後に大規模な、医療機関、大学病院が、建設されるという計画があるという中で、地域の皆さん、例えば、不動産事業者さんですとか、地権者さんに聞くと、その大学病院が進出してきた後の人流のことを皆さん期待といいますか、そこで生まれる人流なんか、具合を見ながら土地活用を考えたいみたいなことの声も上がってきている中で、まあ、ちょっとじゃあ、その4年後といいますか、まあ、正確には5年後の計算をしたんですが、今回分析で使ったデータの5年後のデータを、シミュレーションしましたけれども、5年後にどれぐらいのインパクトが人口増加とこの新しい病院ができたということを合わせて、どれぐらいの人流変化が生まれるんだろうかみたいなことの検証分析を行っていったというところです。これもうちょっと細かく分析項目を上げてますけれども、やっぱり僕しゃべりすぎますね。巻きます。はい。で、左側から申し上げますが、到着地点、到着地点です。これは来街者の皆さん、この街に訪れる皆さんと、あと、住んでる皆さんがどこに、このに浦和美園駅周辺、どこを使っているのかという分析をした中で、まあ、その後、その次のステップとして、その移動の用途といいますか、移動の目的ですね。移動の目的、買い物ですとか、食事ですかっていう、目的別の抽出を行った、抽出分析を行った。で、その下にあるのは、まあ、浦和美園駅および類似駅の目的別の、施設数との相関関係を見ていった。で、分析に関する、将来シミュレーションに関する話は、まあ、先ほどと繰り返しになりますので、省きますけれども、そういった分析結果を踏まえて、地域の事業者の皆さんと、あるいは不動産事業者の皆さんと、ディスカッションをしながら、そっちにじゃあ今後どうしていきましょうかというようなディスカッションをつなぎ行っていったというステップになっています。はい。
これは本当かいつまんで要点だけ申し上げますけれども、分析結果の一部ですけれども、まあ、これは、居住者ですね。居住者は、どれぐらい地域の中を、使っているのだろうかという、例えば、まあ、左側の絵で申し上げますと、まあ、お住まいの方々2キロ圏、駅2キロ圏に、お住まいの方々は大体1万人ぐらいが移動している中で、この黄色の、ところが多く訪れているところですけど、まあ、イオンモール駅周辺なんかよく訪れてはいるな、みたいなところが見えて取れたり。あとこれ右側は同じく休日ですね。まあ、イオンモールはあの平日休日問わず多く訪れているなという中で、次のページですけれども、あの来街されている皆さん、地域に訪れる皆さんも、まあ、ちょっと住民よりもこれ数字見るとでかいなというのが分かると思いますけれども、住民なんかの移動よりも多く、例えば、訪れている中で、まあ、やっぱり、地域の、この地域に訪れる皆さんも、まあ、大型商業施設、まあ、イオンモールだけでなく、あの他の商業施設なんかもこれプロットして細かく見ていくとあるんですけれども、まあ、大型の商業施設にまあ皆さん来ていらっしゃるなというところが見て取れた。まあ、その中で、まあ、地域のこの浦和美園駅周辺は外からやっぱ人が来ている街だなというところが改めて見て取れた中で、まあ、目的別の、移動を抽出して分析していったというところが次のステップですけれども、これは一番最初は買い物行動ですね。あの買い物行動を、した皆さんが どこに地域の住民が買い物行動をどこで取っているのかというところを分析していった中で、もちろんあの先ほども申した通り、地区内にイオンモールがあるのでそこで消費しているなというところは特によく見えるんですけれども、他の駅にも行ってるなと、まあ、JR 沿線の大宮駅ですと、越谷レイクタウン駅とか、まあ、他の駅にも皆さん行ってるなというところが、見て取れたと。もちろん休日になると鉄道沿線以外の場所へ、まあ、俺はこれは車で行ってるものと思われますけども、そういったところにも行ってるなというところは見て取れた。で、これは時間別ですね。購買行動、買い物行動をする人たちが、まあ、外に行ってるのは分かったという中で、時間帯別に見るとどこに行ってるんだろうという中で、まあ、隣の駅、まあ、隣の駅というと、あの乗り換え駅として、JR の東、川口駅があるんですけれども、そちらにも、結構朝の早い時間帯ですとか夕方から夜にかけての時間帯移動しているなということが分かったり、あと、続いて先ほどまでは買い物の行動パターンでしたけれども、続いて、飲食行動ですね。外食をどこで取っているのか、まあ、似たように他の駅にもだいぶ流出しているなというところが見て取れた。で同じように、食事行動に、外食行動についても、時間帯別で見ると、まあ、これはなかなか朝というのはないでしょうけれども、夜の時間帯でどこに移動しているのかというのをどれを分析していったと。先ほども、こういった分析をしたという一部にありましたけれども、その属性ですね、どういった方々が、年代ですとか、時間帯ですとかの分析も進めていった。まあ、やっぱりあの平日よりも休日の方がよく、生きがいから訪れているなというところが分かったところで、こちら続いての分析は、ちょっと分析ばっかのページで申し訳ないです。県内の類似駅との、比較という中で、まあ、浦和美園駅周辺の特徴として、少数の施設に大勢の人が集中しているという傾向が、他の類似規模の駅と比べて多いな、まあ、もう先ほどから何度も大型商業施設の名前申し上げちゃってますけれども、まあ、そういった傾向がこういった人流の評価からも改めて分かったと。ある種住んでる人からするとそうだよねっていう当たり前のことであるんですけれども、改めてデータの上でもこう明らかになったと。感覚的にこうじゃないかって思ったことが明らかになったというところです。で、あのそういった現状の評価を踏まえて、じゃあ今後どうなっていくだろうかという将来推計です。将来シミュレーションも行ったんですけれども、まあ、あの今後建設される予定である大規模病院、あの一応ウェブ上であの計画規模が公表されてますので、その計画規模 と市内近隣の、類似の規模の施設、あるいはその駅からの、距離感ですね、駅の真ん前にある病院を今回の、分析には適用せずに、駅からちょっと離れて、なおかつ、ちょっと離れて、同じぐらい離れて、同じぐらいの規模のあるような病院なんかを見繕いながら、大学病院、新設大学病院による人流の変化と、当該エリア、まあ、プラス5年後の人口増加を踏まえて、どれぐらい人流の変化が生まれるかというようなところを検証していきました。
これ編、研修、検証のか、検証というか推計の過程ですね。類似病院の規模なんかと比べて、類似病院 の、 あの人流なんかを分析して、1日あたりの、どれぐらいの、人がその新しくできる病院に、訪問するだろうという推計をしていったり、これ最後のものですね、新しくできる病院、あと人口増加において、どれぐらいの人流が増えるだろうか、5年後にはどれぐらいの 人流が増えているだろうかと、現状と比較して、というようなところを、検証していったと。まあ、そのような中で、まあ、ちょっと、これも、この三園に住んでいる人たちからすると、ある種、肌感覚的にはそうだよねっていう部分であるんですけれども、人流は確かに増えるんだけれども、結構大半が車になるだろうと。まあこれまでの延長線上でシミュレーションしてますので、まあ、ちょっと車で増える人が増えて、思ったほど歩行者増えないなというようなところが、まあ、シミュレーションをしてみて明らかになったというところです。で、そういった現状評価を踏まえて、じゃあ今後どういう打ち手を、取っていきましょうかという中で、まあ、もちろん先ほど隣の東川口駅に流出しているみたいな話も申し上げましたけれども、じゃあそういった流出している需要を地区内に留めるような施設、まあ、商業施設を、店舗を誘致していきましょうかというようなことでしたり、外から大勢の方々が地区内に訪れていると。いうデータもあったので、じゃあそのせっかく来た人たちを1個の特定の施設にとどめておくだけではなくて、せっかく来た人を地域の中に回遊してもらいましょうよというところで、特定の施設から周辺へ購買行動の範囲を拡大していくような仕掛けが必要じゃないかな、まあ、そのためには、車に頼らない移動環境づくりも必要だよねということで、ウォーカブルな街づくりですとかモビリティの充実みたいなことをやっていく必要があるんじゃないかというところで、まあ、今後の打ち手の仮説を立てました、まあ、その上で、まあ、地域の事業者の皆さん、まあ、あるいは、まあ、本当は地域にお住まいの駅前に、土地をお持ちの、地権者さん、地主さんとディスカッションをしたかったところなんですけど、なかなか全員集めるのは難しいもので、まあ、そういった方々の間に入っていただいている不動産仲介事業者さん、いわゆる皆さんイメージする町の不動産屋さんみたいな方々、ですとか、まあ、あと本当に不動産デベロッパーの方々ですね、商業系の方ですとか、住居系のデベロッパーの方々にお集まりいただいて、まあ、こういった分析結果が出ました。で、一応仮説としてこんなような打ち手が必要なんじゃないかみたいなところをベースラインといいますか、こちらから提示した上で率直に今後どうしていきましょうかというようなところを地域の皆さんディスカッションした。で、そこから見えてきたこととして、まあ、ある種こういった仕掛けを打つ前から、まあ、地域の皆さんと、まあ、日常的に我々結構ディスカッション立ち話レベルも含めるとしている中で、確証はある種あったんですけれども、やっぱりこう地域の、例えば 人流ですとか人がどう動いているみたいなところを地域の皆さん、なんとなくは分かってる、肌感覚的には分かってるんだけれども、リアルなデータとしてはこう見たことがないという中で、ある種こう皆さんと統一的な分析結果が出ましたというところで、こう公表って言ってるんですか、シェアすることで、ある種なんかこう議論が次のステップ、より建設的な議論に発展するみたいなところは、ある種やる前から確信めいたことはあったんですけれども、まあ、実際そうだったなという中で、なおかつディスカッションをして意外だったといいますか、よりこれはいいなと思ったのは、先ほどもありましたけれども、まあ、我々は生きがい流出を地域の中にとどめようという検討の中で、隣駅に流出している需要もとどめようみたいな仮説といいますか、こういった施策があり得るんじゃないかといったら、そしたらディスカッションの中で地域の方から、いや、隣駅は同じ生活圏だよねと。っていう中で、はい、そういった同じ競合と捉えるんじゃなくて、一体の中でそれぞれの個性は何だろうみたいな、議論をしていった方がいいんじゃないかみたいなところがディスカッションの中から見えてきて、もちろん今後、じゃあ具体的にどういったことを、施策としてやっていくっていうところで、先ほども話が似たようなのありましたけれども、市境を超えた連携、どうやってやっていくんだっていうところで、実際問題としていろいろまだ問題はあるとは思うんですけれども、とりあえずそういった方向性が見えたので、今後そういった検討を前向きに進めていけたらなというところは、考えているところです。まあ、あと先ほどもあったようなこうウォーカビリティを向上するですとか、域内モビリティを充実するみたいなところも、一部これまでも仕掛けてきた部分はありますけれども、まあ、やはりこういった検討分析を踏まえた上で、やっぱりよりこれ今後も重要だなというところで、より検討推進に進めていくっていうところを、見出したというところでございます。最後なんかガーッと駆け足で締めましたけれども、
オンライン上でいるさいたま市役所の方々、補足ないですか、大丈夫ですか、無理やり今振っちゃいましたけど、ね、大丈夫ですか、はい、じゃあすいません、大丈夫です。はい、じゃあ、一応以上で、我々からの報告をします。はい、ご清聴ありがとうございました。